本日は本の紹介をいたしましょう。夕あり朝あり、三浦綾子。夕あり朝ありは、日本で初めてドライクリーニングを始めた白洋舎の創業者、五十嵐健二の波乱に満ちた生涯を描いた三浦綾子さんの伝説小説です。この作品は、三浦さんのデビュー作、氷点が発表されてから23年後に書かれたものですが、三浦さんと五十嵐さんとの交流は、その7年も前から始まっています。共通の知人を介し、病気療養をしていた三浦さんを、五十嵐さんが見舞ったのがきっかけでした。その頃、五十嵐さんは会社の経営からは退き、キリストの救いを証しするために全国を回っていましたが、綾子さんの枕元でも自分の生い立ちやクリスチャンになったいきさつ、会社を起こしてからのことなどを語られたのでしょう。五十嵐さんが1972年に96歳で天に召される前に病床を訪れた三浦さんは、先生の小説を書いてもいいですか？先生からお聞きしたことや、先生のお書きになったものを土台にして、努めて真実に書きますから、と願い、生涯の恩人である五十嵐さんの生涯をこの小説に綴ったのです。ぜひこの機会に、夕あり朝ありをお読みください。では、本日は、聖イエス会武道樹ナンバー780、メッセージをお届けいたします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は伝達を、伝達は希望を生むということを。夕あり朝あり。夕あり朝ありとは、聖書に書かれている言葉です。私たちは、一日は朝に始まり、昼があって夕があり、夜で終わると考えますが、聖書は、夕から夜を貫いて朝を迎えるという、時の流れを語ります。そこには私たちの希望のメッセージが込められているように思います。私たちにはしばしば困難や試練という闇夜を通る時があります。けれども、どんな暗い夜も希望の朝に向かうことを知っているなら、私たちの人生は大きく変わるでしょう。日本で初めてドライクリーニングを始めた老舗クリーニング会社白洋舎の創業者は五十嵐健二という人物です。彼は作家の三浦綾子さんとも親交があった敬虔なクリスチャンでした。綾子さんは五十嵐氏一人語りという形式で彼の波乱万丈の人生を小説にしました。それが小説夕あり朝ありです。絶望から希望へ。五十嵐氏は1877年に新潟で生まれ、生後8ヶ月で実母と別れ、5歳で養子となり、一攫千金を夢見て16歳で家を出、職を転々とします。
同じところにじっとしていられず、思い立ったら後先考えずに行動してしまう性分だった五十嵐青年は、ロシアを倒すのだと愛国心に燃えて、友人二人と北海道にやってきました。けれども世間知らずの彼らは騙されて重労働を強いられる監獄部屋に送り込まれ、死ぬほどの目に遭わされます。命からがら逃げ延びた彼でしたが、生きる目的がわからなくなり、海に入って命を絶とうとしました。けれども死にきれず、食べ物を求めてたまたま立ち寄った宿で彼は聖書を手にします。その宿屋の主人がクリスチャンだったのです。そして偶然その宿に寝泊まりしていた中島斎一郎という人物から聖書を学び始めた五十嵐青年は、19歳でキリストを信じるクリスチャンとなりました。生き方を変えられた彼は日本一の呉服店に20年間勤めましたが、人の嫌がる仕事で人に喜ばれる仕事、それを通して生涯キリストを証しすることのできる仕事をしようと考え、当時人の好まなかった洗濯業を一から始めました。何の経験も知識もなく、手探りで始めた事業は失敗と挫折の連続でした。日夜実験に明け暮れ、ようやくドライクリーニングを日本で初めて成功させ、いよいよこれからという時に工場の爆発事故で全身に火傷を負います。また会社が創業10年を迎え軌道に乗った時には社員からの裏切りに遭います。その後も度重なる工場の火災事故や戦争による工場の破壊など、それは筆舌に尽くしがたい試練の連続でした。けれども五十嵐氏は先の見えない闇夜を通されても絶望することがありませんでした。夕あり朝ありと希望の朝があることを信じて、幾多の困難を乗り越えていったのです。彼の希望の源は聖書の言葉と神への信仰にありました。晩年の五十嵐氏は訪ねてきた人の名前を忘れることがあったようですが、そんな時の彼の口癖はこうでした。何もかも忘れたが、しかしキリスト様のことだけは忘れておりませんと。希望の朝は訪れる。五十嵐氏の生涯は私たちに大切なことを教えます。どんな人生の夕暮れや闇夜があっても、あなたの人生にも希望の朝は訪れることを。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は伝達を、伝達は希望を生むということ。希望は私たちを欺くことはありません。私たちに与えられた聖書によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。本日のメッセージは以上です。神は